マリア・アンナ・シュトレームは音楽家、ヨハン・シュトラウス一世の妻で、シュトラウス三兄弟の母親。ファーストネームはマリアであるが、もっぱらアンナと呼ばれる。マリア・アンナの肖像が、1801年、居酒屋の娘として誕生する。楽団でギターを弾き歌っていたアンナは、3歳年下の音楽家、ヨハン・シュトラウス一世と恋仲になった。 やがて妊娠をきっかけに1825年7月11日にヨハンと結婚し、その3ヶ月後の10月25日に長男ヨハン2世を出産する。1827年8月20日には次男ヨーゼフを産む。アンナが二人にピアノを習わせた結果、兄弟は ABC より先に二分音符を五千符に書きつけ、その意味を理解できるようになったという。 1830年のある日、アンナは、ジップのアパートに息子を連れて行った。そこの、小さなピアノを使って、ヨハン2世が、最初の楽奏というアルツを作曲したのを目撃した、アンナは、それを譜面に書き写したという。やがて夫ヨハンは、家庭内暴力を振るうようになり、エミーリエ・トランプ氏という愛人を作ってその家に、 入り浸り、アンナの元にはろくに生活費を送ってこないようになった。そこでアンナは夫に対する復讐を決意する。ヨハン一世は我が子にピアノを習わせることには反対しなかったものの、絶対に音楽家にはさせないと考えていた。音楽家である父親の影響を受けた息子ヨハンは近所の子供たちにピアノを教えて、その授業料で買ったバイオリンで密かに練習するのが、 日課であった。しかし、ヨハン一世はそれを見つけて激怒し、息子の手からバイオリンをもぎ取って叩き壊してしまった。それに対してアンナは、すぐさま別のバイオリンを息子に買い与えた。息子を、夫以上の音楽家に育て上げて、夫を見返してやろうと考えたのである。1844年に、ヨハン二世が音楽家デビューすると、アンナは、夫と正式に離婚した。 息子のデビューが大成功を収めたのを片隅で見ていた。アンナは、ヨハン二世を抱いて、喜びに泣き崩れたという。次男、ヨーゼフの墓。中央下部に、アンナの名前もある。1849年に、ヨハン一世が死去すると、ヨハンシュトラウスという大看板は一つだけになった。ヨハン二世は、非常に忙しくなり、しばしば再起不能かと思われるほどの重病に、 倒れるようになった。これを危惧したアンナは嫌がる次男ヨーゼフを強引にヨハンの代役に仕立てた。こうしてヨーゼフを音楽の道に引きずり込んだアンナはヨハンを大看板とした一家層での音楽産業の展開を目論み、さらに四男エドアルトーも音楽の道に引きずり込んだ。アンナによって音楽家となった三人の息子たちはいずれも大成功を収めた。 兄弟それぞれが豊かな才能に恵まれていたものの、その功績はほとんど看板であるヨハンの影に隠れてしまうため、ヨーゼフとエドアルトは兄に激しく反発した。そのため、シュトラウス三兄弟の精神的支柱だったアンナは、たびたび、兄弟で仲良く問い覚めた。1870年2月3日、68歳で、高石、ウィーン中央墓地へ埋葬された。 シュトラウス三兄弟のゴッドマザーであるアンナの死を痛み、当日のウィーンの舞踏会はすべて中止になったという。同年7月22日にはアンナに続いて、ヨーゼフも休止した。ヨハン二世は母と弟の思いがけない死にショックを受け、宮廷舞踏会の学長などのあらゆる公的な仕事から手を引き、エドワルトに譲ってしまった。現在、アンナは、 同時期に死んだ次男ヨーゼフと同じ墓に入っている。ヨハニッセイと結婚してからおよそ10年の間に、6人の子供を設けた。三男は、生後間もなく養成したが、その他5人は、無事に成長した。AB コミや P39AB コミや P46AB コミや P43 クラタ P176ABC コミや P102AB コミや P105 志差取り P205 ハット AB コミヤ P13AB コミヤ P14 ミ宮 P22ABC シリング取り P204 ありがとうございます。